皆さんこんこにちはオラドラバーマーケットのシャアです、えー、今回の動画のテーマはこちらについてやっていきたいと思います。えー、マリンサーブの効果について、えー、紹介していきたいと思います、えーあ。もうすでに引退してしまったんですけれども中国のマリン選手のサーブ。あのまあ、基本的にこうサーブを出して。 でその後にいろいろモーションをつけますよねマリン選手は。でこれが何のためにつけてるのかっていうところをちょっと紹介していきたいと思います。えー、まずはプレー動画をご覧ください このマリンサーブの効果なんですけれどもまあモーションをつけてるので分かりにくくなるっていうのはもう,こう誰もが分かるとは思うんですがあの特に何が分かりにくくなるのかっていうとですね例えばこう下を切ってこのそのままだとこうノーモーションのままだと あ大体バックスイングからこうそのスイングの速さとかインパクトの強さで大体回転量の強さっていうのが分かるんですけれどもその後にこうモーションを入れることでどれぐらい切れてるか分からなくなる特にこういう効果が大きくなります。 そしてこのマリンサーブモーションをつけることであのまあナックルであれば例えば浮いてくることが多かったりあとは少しこう下が切れている場合には相手が落としたりとその相手の反応判断能力を鈍らせてまあ得点を取ったりもしくはその3球目につなげたりすることができるサーブになります。 えー、もちろん、そのマリン、マリン選手の。サーブ三球目とか、まあ、フットワークってすごいものがあるんですけれども。まず、その三球目を打つために。自分のこのサーブ。モーションをつけることによって。その自分が打てるような。レシーブをおびき出しているということですね。そういったことで、より確率の高い三球目、攻撃ができるようになります。えー、特に、そのマリン選手とか、ペンホルダー。 フォア主戦の方はやっぱりその打ちやすいレシーブが返ってこないとなかなか3球目って難しいのでこのサーブで惑わして相手のレシーブを少しでも厳しくないものにさせるちょっと入れにくるとか浮かさせるとかそういった工夫をすることでフットワークとか鍛えなくても3球目がうまくいくようになる可能性があるので是非チャレンジしてみてください。